芸人チューンはなんや言うたら落ちこぼれ人間ですよ。社会のはみ出しもん、アウトロー。夏の暑い日は道の真ん中を歩け、冬の寒い日は道の端っこを歩け。そうすれば世の中は受け入れてくれる。苦しい時は登っている時、自分がすごいと慢心した時は下っている時だ。ずいぶん前から君は僕の前を走っているんだよ。みんなに会うようなテレビなんてそうそうあるもんやない。僕の芸は20世紀で終わり、21世紀は新しい人生を歩みたい。エスカレーターに乗っても歩きなさい。自分が機械に任せたら終わりです。若い時の苦労は勝手でもしろというが、それは違う。苦労なんか買わんでもどんどん向こうからやってくる。スポーツってのはね、上手い人ほど楽しいんです。テレビで何が面白いか言うたら、素人が芸をするか、玄人が私生活を見せる、この二つに一つ。涙を人前で見せることは恥ずかしいこと。何の未練もない。結婚して10年経って、結婚前より妻が不細工になっていたとしたら、その8割は男の責任である。悪いことをした連中を責めるのはバカでもできる。しかし、悪いことをしでかす仕組みを解説するのはバカではまずできない。男って執念深いし、男って未練たらしい。体力を補う気力が失せたってやつですか。これから生きていく上に、妻、ゴルフ、マラソンと、この3つで生きていこうと。
人たちがどれだけボロクソに言おうが気にする必要は全くないということをプレスリーは教えてくれました。人間は死ぬ、必ず死ぬのだけれども、今すぐにでも死ぬわけではない。死ぬには間がある。この間があるということを決しておろそかにしてはいけない。お金がいるから働くというけれど逆だ。働くからお金がいるのであって、働かなかったらお金はいらない。見事にいらない。痛みは寿命を縮めるね。鬼人を演じるのを見るのは辛い。生きていることはどこかで世の中に貢献すること。お笑い芸人でも人々に物の見方を変え、価値観を転倒させてみると世の中が違って見えることを示唆する。極めて形而上学的な役割がある。芸は一流、人気は二流、ギャラは三流。恵まれない天才、神岡龍太郎です。芸能生活40周年を迎えた2000年春に完全に隠居する。僕は知的だと言われますが、適当なことばかり言っています。僕はしょうもないことをよく覚えていて、大事なところの知識がない。できるだけ楽したい。みんなと一緒のことはしたくない。それでいてチヤホヤされてほしい。お金は要件もらいたい。ほとんどこういう考え方の人間が芸人かヤクザになるんですね。ただ向こうは腕が達者で、こっちは口が達者だった。それだけの話。まっすぐ滑って直角行、斜めに滑って斜角行、くるって回って A 角行。サンマは離婚してよかった。おもろなった。京都は着物の歩幅で歩いてください。
上に生えている木が違うからみんな違うと思っているけど、根は同じですから。富国強兵のために梅を増やせよも、公営社会保障支出のために梅を増やせよも、全く同じ発想だよ。本屋で立ち読みってのは万引きと一緒でしょう。八百屋で言ったらちょっとリンゴをかじっているもんです。これからは一素人になって、詳しい素人になってやろうと。客はやっぱり客でね、それだけの客としての存在価値があるんやから。自分の生きたいように生きる、それが一番。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。